届けました。はい、しょぼい供養で生きていく。はい、1300円。これね、アマゾンで中古で100円でした。送料が350円。しょぼい企業で生きていくぐらいからな、しょぼい買い方をしてしまった。でもこれね、本当はこれ本が出てからすぐ買いに行ったんよね。もうエラテンさんが面白いからね、すぐに本屋に行ったら大分の書店なかったよね。もうなんかわざわざ頼むのめんどくさいからもう買わんかったよね。で、そうこうしよううちに時間が経てばこんな風に中古になるんだね。1300円が結局500円以下で買えることになるんや。はい、しょぼい企業で生きていく。なんか大体どんなこと書いてるか想像がつくんやな、これ。はい、あんな読んでみますね。はい、はい、ざっと読み終えました。読み終えましたと言ってもね、まだ5分もかかってないけど、速読したわけないよね。だっと、はじめにとか、こういうものをバラッと見て、中もバラッと見てね、ところどころ読んで、だいたいどんなこと書いてるのかな、というのはね、わかるよね。思った通りやね、ほんと思った通りのことが書いてる。思った通りしか、読んでらせんのにいい加減なことを言うちゅうかもわからんけど。他ね、こんな本を読めんのやね、なぜか知らんけど。なぜ読めんのかわからんだけど、こう、なんちゅうかな、退屈するんやね、読んでいくと。うん、だからもう、こう、頭に入らん。うん、その、目先はちょっと面白いんだけど、うん、退屈するちゅうか、なんやろかな、読み切らんのやな本っちゅうのはね。まあ前にも YouTube で言ったけど、せいで読めたのが芥川龍之介の短編小説ぐらいかな。あれがギリギリやね。あと長いやつはね、もうパラパラやね。パラパラっとして、ざっとこんな感じで見るね。ざっとこんな感じで見て、こんな見方をする。どこでもいいんですよ、僕は。どこでもパラッと見て、パッと見るね。はい、これが僕の本の読み方です。ああ、でも、面白いな。はい。すごい企業で生きていく。ね。まあ、この本を僕なりに解釈して、僕なりの、なんというかな、この本の、なんて書い、言いたいこと、言いたいことやないな。エラテンさんが思っているようなことを、僕の立場で当てはめれば、ざっとね、しょぼい企業もしないで生きていく。そんな感じやね。なんか、そのタイトル面白いな、ほんと。この年になるとね、しょぼい企業もしないで生きていくということをね、考えるよね。はい。まあ、それは、どんなものか、また、YouTube でアップしますね。はい。はい。今日は8月18日。今日の大分のコロナの感染者数はね、過去最高161人かなんかね。それでうちは明日からもう31日まで休みます。コロナにね、感染したくないからね。もうあのうちはこれで3回目4回目ぐらいかな、コロナで店を閉めたのはね。まあそのこの店の閉め方もね、最初はやはりどういう感染症かわからないから、みんなのことを考えて休んだんやけど、
今回はね、みんなのことというよりもね、自分のこと、自分たちのことでね、休むことにしました。ここでね、今番台に立っているのはね、僕の友達の67歳からね、僕も68で、ね、ワクチンを2人とも打ってないね、一番、リスクの高い人間です。で、温泉のお客さんはね、今もうほとんどワクチンを打ってしまったから、お年寄りがね。だから、今までね、若い人を結構気をつけていたんだけど、お年寄りも気をつけてなければならない事態になったよね。ワクチンを打ったから。ワクチンパスポートとは別でね、うちは。ワクチンパスポートがあると、店に入れないというようなことをしたいぐらいやけど、そうはいかんからね、もう店を閉めて、自分たちがコロナにかからないように、今回はみんなのためではなくて、自分たちのために、店を閉めます。まあ、9月1日にはオープンできると思うけど、まあ、様子を見てね。もうせっかくね、ここまで来たんだからね、まあ僕の予測としては、このコロナ騒動もそう長くは続かないと思うから、なんとか逃げ切ろうかとね。で、あと半年もせずに、薬も出てくるだろうしね、まあ今、カクテルなんとか治療というかね、それの薬があれば、感染しても、65% の確率で良くなるというね。どんどんそういう薬も できてきてるからね、ワクチンに頼らずとも良くなってくるんじゃないかな。しょぼい企業もしないで生きていくね、なんとか乗り切っていこうと思います。はい。